菅野ただし10月13日から1945年8月1日は日本の海軍軍人海兵70機大東亜戦争における激墜を。戦死認定による二階級特進で最終階級は海軍中佐1921年10月13日警察署長である父の赴任先の流行に次男として生まれる宮城県陰郡枝野村で育ち 両親の出身もこの近郊である。優等生であった長兄の岩を敬愛し、兄弟喧嘩もなかった。また、厳格な母の代わりに七つ上の姉のカホルをしたい、中学一年まで添い寝することもあった。兄や姉には従順であったが、外では明るく喧嘩も強いがキ代将であり、兄がいじめられると敵打ちに向かう強気な一面も持ち合わせていた。七八歳の時に、 近所の冒険と格闘になって最後にナイフで突き殺したこともある。しかしそんなガキ大将の勘のも夜は遅くまで勉学に励み、クラスでは常にトップクラスの成績であったため、周囲はあのガキ大将がいつどこで勉強しているのか不思議に思ったという。角田中学校に一番の成績で入学。当時の下級生はやることが奇抜で我々の想像もつかないことをやった。 喧嘩をすれば絶対負けなかったし、終身とか素行の点はあまり良くなかったかもしれないが、人気は絶大だったと語っている。また、同級生はどちらかというと、菅野はナンパであったと語っている。菅野は中学で石川啄木に傾倒して短歌を好み、同級生と文学サークルを作るほどの文学少年であった。当時河北新報の文芸欄に投稿した。 菅野の短歌が入選している。中学4年時、大学受験の勉強に励んでいたが、経済的な事情から、お兄ちゃんは大学に進んだ方がいい。僕は軍人になるからと言って軍人になることを決意した。菅野は陸軍士官学校と海軍兵学校を受験するも、陸士は身長不足のため不合格。一方で海兵には合格したため、 1938年12月に第70期生徒として入校。1941年11月15日に卒業。小尉候補生として、配属官まで戦艦、春名に乗り組み。配属官の戦艦、不走に乗り組み。1942年6月1日に、小尉任官、同日第38期飛行学生を拝命した。百四十三年二月。 飛行学生を卒業し、戦闘機専修として、大分海軍航空隊付け、延長教育を受ける。教官の岩下邦夫は、模擬空戦において訓練生たちの後ろを簡単に取ったが、菅野はぶつかるほどぐいぐい接近し、岩下が危険と判断して、動きを緩めた隙に、反対に岩下の後ろを取った。岩下は、菅野とは、兵学校でも同じ分隊で、 あんまり目立たない男でしたが、大分の空戦訓練で追上をやっているときは、ぶつかるかと思うくらい、ぐいぐい接近してくる。そのやり方が、いかにも、乱暴に見えて、その時の印象が強かったせいか、私には、なんだかひどく乱暴な男のように思えましたねと、語っている。同期が垂直旋回を訓練中の頃に、菅野のは、教科書を読んで勝手に、宙返りを覚えた。 射撃の成績も優秀で、また標的にギリギリまで接近して射撃した。この頃、危険なために着陸禁止になっていた、滑走路に着陸し、機体が転覆して大破する事故を起こしたが、とっさの判断で転覆する瞬間に頭部を守って脱出し、大怪我もなく無事だった。飛行学生時の菅野には、艦のデストロイヤーというあだ名が付き、 その破天荒ぶりは他の航空隊にまで知られていた。海兵同期のカトリエ男によれば、学生のうちに4、5機は壊している96艦船を2、3機、他に冷戦も壊した。いずれも着陸の時で命取りになる離陸時の事故でないのがいかにも艦のらしいという。宇佐ゾの岩井博さんは艦のデストロイヤーの名が私のところまで伝わってきたことからして、 大分では96連戦を何機も壊したのではないでしょうかという。菅野は飛行学生時代の写真の裏にスタント発集、割ったと書き残している。1943年9月15日厚木空付け。1944年2月第343海軍航空隊分隊長を拝命した。4月南洋に進出。菅野は24機を率いて、 キサラズからテニアンへ空輸任務を行うが、途中では、ぐれて不時着した機体があった。テニアン到着後に報告などを済ませた菅野は短期で捜索に向かった。整備分隊士の小林周恵中康氏が他に誰か連れて行くことを勧めたが、列機が気にかかって見張りに集中できない、と答えた。小林は菅野さんに初めて会ったのは、鹿児島基地だったが、 儲かって知ったという感じで大きな顔をしていた。6でもない指揮官も少なくなかったが、菅野さんは稀に見る立派な指揮官だなと思ったという。舞台はパラオで大型重爆攻撃機を迎撃する日々を送り、その中で菅野は対大型爆撃機戦法を考案した。直上型から大型重爆攻撃機を攻撃する戦法で前方高度差を1000メートル以上取り、 世点します逆さまに垂直で敵変態に突っ込み死角となる真上から攻める。しかし敵との衝突を避けるために敵機のビブを通っているとそこに弾幕を準備されたため主翼前方を抜けることにした。確かに敵銃座から射撃されない位置ではあるが飛嘉機体の衝突の危険が高く高い反射神経と恐怖に打ち勝つ精神力が求められる攻撃法であった。 この方法で列機と共に何機も落とし、菅野の機体の黄色のストライプ模様は、米軍パイロットたちの間で、イエローファイターと、あだなされて恐れられた。後に、菅野からこの戦法を伝授された、森岡博士は、彼の教えてくれた前、上方背面垂直攻撃は、302空でも、訓練を重ねて、昭和19年11月から始まった B29 の、 洋撃戦に威力を発揮することになったと語っている。1944年7月10日343、空海隊第201海軍航空隊、戦闘201飛行隊の隊長に着任。ラバオで部下の加西智一らが憲兵隊長と喧嘩をして201空に当事者の身柄引き渡し要求があったが、菅野ノはそんな奴は知らない。部下は渡さないと追い返した。 要求は、再三続いたが、201空から、ヤップ島派遣隊を出す際に関のと共に、その当事者らも編入された。7月10日から23日まで、ヤップ島で、アメリカ陸軍航空軍爆撃機 B-24、迎撃任務に従事。派遣隊は、撃墜17機撃破46機の戦火を挙げて一。交換司令長官から表彰を受ける。この戦闘で、 菅野は、冷戦に登場し、B-24 の垂直尾翼に、蒸気の主翼を引っ掛けて吹き飛ばし、撃墜。また、一度に2機の B-24 を撃墜した。太陽型重爆攻撃機の戦法が用いられ、効果を発揮した。松尾哲夫一飛走、富田隆二一飛走が、B-29 に体当たりして戦死し、菅野の進言もあり。 1945年2月1日、両隊員の2階級特進が認められた。フィリピンで、機銃弾を受けた際、麻酔なしで大体部からの摘出手術を受けると、希望して、痛みで、途中一時中止したが、迷走して、気合を入れると、摘出して、方合を終えるまで表情を変えず一言も発しなかった。10月、官炉の戦地勤務が長いため内地に一度戻す意味も、あり。 201空が受領する冷戦52型のテストのため、部下の杉田昭一らと共に、群馬県大田市の中島飛行機、小泉製作所への出航命令が下る。菅野は大きな戦いに間に合わないかもしれないと抗議、したが、認められなかった。受領した冷戦をフィリピンへ持ち帰る際、間違えて別の基地に着陸し、そこの指令に出席されたため、 菅野はエンジンを全開にして、プロペラの風圧で指揮所のテントを吹き飛ばし去っていった。1944年10月25日、菅野と海兵同期の関幸雄隊員が、神風特別攻撃隊指揮官兼、四季島隊隊長として特攻。201空腹長、玉井朝一中佐は、その指揮官の先行の際に、菅野が入ればな、と呟いたという。 関野は、咳の特攻を聞くと、自分がいれば、咳のところを取るんだったんだがなぁ、と、寂しげにつぶやいた。また、再三特攻に志願したが、技量の高さから直演に必要なため、認められなかった。1944年10月27日、第二神風特攻隊、中優隊の直演任務に志願する。戦果を報告した際、201空飛行長。 中島忠氏から、戦火が大きすぎる。何か勘違いしていないか、帝へ言って本当に体当たりをしたのか、本当に目撃したのかなど言われ、その発言に、菅野は生き通って、腰の拳銃で床に発砲した。笠西智和らもあの言い草はないと生き通ったという。菅野自身の右足親指を銃弾がかすめたが、発砲は暴発の扱いで済んだ。菅野は特攻機の直演。 戦火確認を務める際は我々も特攻精神で行くと話し直延期の落下産装備を禁止した。搭乗員宿舎で酒を飲み特攻の嘘を晴らしていると司令部からやかましいと苦情が来たが、関野は明日の命もわからない。搭乗員に何を言うと怒鳴り黙らせた。1944年11月、セブに飛行機を空輸して帰る際、 部下から特攻隊員を出すように要求されたが、拒否して部下を出すくらいなら自分が行くと主張した。セブ島の現地部隊に冷戦を取られたため、中高でマニラへ帰還することになるが、P-38 に襲われ、もうダメです。皆さん、諦めてくださいと、中高操縦士が告げると、カンノが、どけ、俺がやると経験のない中高操縦を交代して、敵機の追撃を振り切り、 ルバング島へ、富士儀、脱出直後、中高は爆破された。ルバング島で救援が到着するまでの数日間、原住民に対して、俺は、日本のプリンスカンノだと名乗り、原住民の敬愛を集め、島の王様のように過ごした。次の認知が決まった、カンノら17名に対し、玉谷才知司令が、特攻の召集をかけた。カンノは、移動が決まったんだ。 もう行く必要はないと引き止め、輸送機の手配を進めて、フィリピンを出発した。第252海軍航空隊に編入され、特攻兵器、オカの直営任務に就く予定だったが、オカを搬送していた、輸送船が沈没したこともあり、中止になった。343空時代の菅野の愛機。 A15 号機1944年12月第343海軍航空隊の戦闘301飛行隊隊長に着任。剣部隊という名称は、菅野と八木隆二の案が公募で選出された。菅野は景品の万年筆を加藤種オに譲っている。菅野は自分の自伝改めに敵を引きつけるため黄色のストライプ模様を描いた。他の隊長もそれに習った。 菅野は常に最前線で戦い、危ういところへ参入し列機を逃がす間、自身は最後まで、そこへとどまり、空戦では、故障機に乗った部下をかばいながら戦うこともあった。部下の葛西智和が怪我をした際には弟に、対するように気遣い、怪我が治るまで復帰を認めなかった。現賀のる指令によれば、菅野は有望果敢で戦術眼もあり、戦闘技量も抜群で、 343空を編成するときに真っ先に頭に浮かんだ人物であり、他の飛行隊長である、押渕隆や林喜重と兄弟のように仲が良く、菅野は林と我慢比べをして、B-29 の空襲下で退避せずに断笑していたこともあったという。副長の中島忠中佐は、師匠の押渕、人師匠の林、猛将の菅野と評する。 品川厚隊員は、最初にあった印象は、豪顔不尊な男といった感じで、後から来た戦闘701飛行隊長の押州地隊員や、戦闘407飛行隊長の林基獣隊員が、極めて紳士的だったのに対し、関の脇に入らなければ、上級者といえども上級者とみなさないというような、ところがあり、その意味では異色の存在だったと語っている。二番機も務めた。 田中広志中尉は、頭も腕もいい、短気な面があるがさっぱりしていると評する。田村久志春は、闘志だけでなく緻密。空戦がうまく、気風も良くて遊びも豪快と評する。桜井栄一郎上思想は、気策で、階級にこだわらない人と語っている。宮崎勇は官能県部隊の3人の隊長の中で一番、若く、やんちゃで抗議であったと評している。 葛西智ともかずによれば、菅野ノは敵を発見すると、電話で、こちら、菅野一番敵機発見。と知らせた途端、突っ込んでいくので二番機は、苦労しただろうが、有毛果敢、衝突猛進が、マコ調で、こんな隊長は他にいなかったという。ところが、部下には優しい人で、葛西は殴られたことも怒られたこともないという。カノは司令である、ゲ田ダル大佐に振幅しており、 小島密造は、菅野には既存の秩序に逆らって、それを打ち破ろうとしていたようなところがあった。だから規則にうるさい上司だったら、菅野は秩序を乱す不届き者として見られ、彼自身腐ってしまったかもしれない。源田さんはその辺を見抜き、とにかく先頭に勝ってくれれば、よしとして、細かいことは一切言わなかった。菅野もそうした玄田さんの違うに応えて、 戦闘では抜群の働きをしたと語っている。源田も、菅野を失った時は弟を失ったように感じたという。菅野と隊員らが海軍クラブで騒いでいるとやかましいと何度も文句を言ってくる者がいるので、菅野は何がやかましいと襖を開けると少々と何人かの左官参謀がいた。他の者が青ざめる中、菅野はテーブルの料理を蹴飛ばしその上に座り込んだ。 少々が、もういいだろう帰れよとたしなめたので帰ったが、翌日その少々が基地で、玄田司令と談笑しており、玄田は、菅野らを見ると、お前ら昨日は、元気が良かったそうじゃのと声をかけただけで、その件は問題にならなかった。また、菅野が、宮崎勇を連れ無断外出をして温泉へ行った際、玄田司令と温泉で待ち合わせたことがあった。無断外出は、 明らかな違反行為で小さくなった二人に対し、司令は、温泉はいいのを、気をつけて帰れよと声をかけとがめることもなく、菅野は、さすが親父だと感心した様子だったという。343空退院と親しい今井、男夫人によれば、菅野は、俺に、母ちゃんを見つけてくれよ、ゆっくり落ち着ける過程が欲しいなと言っていたことがあるという。相手はいくらでも見つかったが、 菅野には自分がいつ死ぬかわからないので残す妻を作るわけにもいかないという気持ちもあり葛藤しているようであったという。県部隊で源田の訓導を受けた菅野は特攻へはいかないと話すようになりフィリピンで特攻を指揮していた中島忠氏が副長に着任した際343空も特攻に使われるのかと不安が漂ったが菅野が源田司令に働きかけて 中島を早々に転任させた。3月19日、343空のウィジンである、九州沖航空船で、敵機一機を撃墜直後に、自身も撃墜され、顔に火傷をらっかさん降下して電線に引っかかり、助かるが、敵と間違われて殺気立った、地元民に囲まれてしまい、身につけていた千人針入りの日の丸の布を見せて、ようやく誤解が解けた。4月15日、 関路の部下である杉田昭一が戦死。杉田は戦歴の上では関路よりも先輩であったが、彼の正気に対して深い敬意を払っており、関路の悪口を言う者がいれば殴りかかった。杉田が戦死した時、関路は誰が見てもわかるほど落ち込んでいた。現田司令は菅野に杉田に劣らない領記を迎えると約束したが、難航して関路も気を使い、もういいですよと言ったが、 指令はそれでは菅野も近く死んでしまうと感じ、武藤金吉が編入されることになった。武藤は指令に私が来たからには隊長は死なせませんと約束して守ったが、7月24日、武藤も戦死した。大型爆撃機 B-29 の迎撃任務にあっては菅野の考案した対大型爆撃機の戦方で部下と共に多数を撃墜、敵から恐れられた。 しかし、その高い危険性から押しぶち隊員、林隊員からは3位を得られず、林隊員と口論になった。そしてこのやりとりがあった、翌日の4月21日に林は戦死。その方に接した関野は、あんなことを言わなければ、と後悔したという。最後の戦闘1945年8月1日、九州に向けて北上中の B-24。 爆撃機変隊迎撃のため、隊長、菅野伊下氏で改め二十数機は、大村基地を出撃した。薬島近くに達すると島の西方に、B、B-24 の一団を発見して機情報より、急降下に入った。ガンノはこの日、愛機の 343A-15 号機では、なく、343A-01 号機での、出撃であった。この戦闘で、 菅野から戦闘第301飛行隊所属で、彼の2番機、堀光雄飛送長の無線に、我、機銃島内爆発。我、菅野1番と入電が入った。これを聞いた堀が翼を傾け右下方を覗くと、時期の遥か下方を水平に飛ぶ菅野機を発見し、即座に近づいたところ、左翼日の丸の右脇に大きな箱を発見した。堀はすぐさま戦闘を、 中止、二番機としての任務に乗っ取り菅野機の護衛に回ったが、菅野は敵の攻撃に向かうように再三指示した。堀がそれでも護衛から離れないので、菅野は拳を突きつけてみせ、堀はやむなく戦闘空域に戻った。堀は、その瞬間に、それまで怒りの行走であった菅野の表情が和らいだのを見たという。菅野から空戦やめ集まれと入電があったため、 堀は菅野がいると思われる空域へ向かうが、菅野機は空のどこにも見つからなかった。燃料の続く限りの捜索、海軍基地、陸軍飛行場にも菅野の行方を探ったが見つかることはなかった。この日の戦闘で菅野機を含む3機が未機関となった。なお、同日のアメリカ軍の戦闘記録によると、当の B-24 の一弾は敵機撃墜例と報告。 しかし、近隣空域にて、p 五十一の一団が、四式戦、疾風と空戦士四機撃墜の報告をしている一方で、陸軍には、同空域での疾風戦闘記録がないため、機体と戦火の五人からこれは三百四十三空の、この戦闘とも考えられる。4月年下の八月10日付見認証書には、菅野の戦士を、千十五高度六千メートル優位より六機の、 p51 の奇襲を受け壮烈なる戦士を遂げたりと記載されている。しかし、最後に、菅野を見た、堀光雄は p-51 を見ていない。菅野は悲劇追なのか自爆なのかなどは、戦後も不明のままである。菅野は行方不明のまま終戦を迎えたが、9月20日、源田司令は菅野を空戦での戦士として2階級、特進を受信し、 八月一日の戦士と正式に認定され、中佐に昇進した。葬撃追数は南方戦線において、個人劇追十機、三百四十三空において、個人撃追十八機、共同劇追十四機を記録、計七十二機撃追を全軍復告された。改名は、竜正委員候補まで、吉武大孤児。遺品として存命中に愛用していた財布が、 靖国神社の優秀館に展示されている。菅野の遺言で残したものはほぼ焼却されたが、中学3年3学期から開閉合格までの日記が残っている。1938年9月14日、ナポレオンが僕の興味を沸き立たせないのは、彼は物の哀れを知らない、遺物論者であるからだなど壮熟な感性からの視点が伺える。中学時代の友人は戦後、 菅野の活躍を聞くと彼らしいと思う反面、その通りだが、もっと別の、早熟な文学少年としての本来の志は、文学にあったように思う、中学時代に、彼が熱く語った、石川拓木に重なると語る。また、軍で再会した菅野は酒に強く態度が荒く、中学時代とのギャップに驚いたという者も,もいる。中学の旧友への手紙には、 君のように大学で研究に没頭できる生活が羨ましい。戦争が終わったら俺もそういう静かな生活を送りたいと書いている。ありがとうございます。